五剣山の中原に、境内薬理寺は、香川県高松市群れ町群れあざ薬理にある新言宗、大覚寺派の寺院。四国八十八箇所霊場の、第八十五番札所。本尊は、聖観音本尊に新アロ老リキャソワカ護栄家、煩悩を、胸の里しかにて、薬理おば修行者ならで、誰か知るべき、農教院、当時本尊、換気店。 四国八十五番霊場と共に、寒気天霊場として知られ、菊井モス空が、東福門院から賜ったつて、工房大施作の寒気天が祀られていて、薬理の聖天山と呼ばれる。自伝によれば空海がここで、国造旧門寺法を治めた際、五本の剣が、天から降り、蔵王権現が現れて、この地が霊地であることを告げた。空海は降ってきた剣を中国に埋め、 岩盤に、長六の大日如来の像を刻んで、山の鎮護都市号軒山と名付け、天朝六年回帰したという。五軒山頂上は、眺望がよく八つの国が見えたので、八国寺とも、言われた。塔から貴重後、空海は再放し、塔に渡る前に日東武峰の前海を試みるため、植えておいた焼き栗八つがみんな成長し、繁殖しているのを見て八国寺を、 薬理寺に改めた。天正の陛下で全勝したが、文六年中高松藩主、松平頼重が、現在の本堂を再建して、聖観音を本尊としみ、自在員と称するようになる。なお胸札によるとに天文と本堂は三代藩主、松平頼豊が、宝永六年再建とあるが、 宝永三年後剣山の内東方が崩壊する、大地震が影響していると思われる。歩き遍路は、山門から入って正面日本道、その手前左に、農協所、右にずっと進んでいくと大市道があり、その向こうに多方道がある。ケーブルカーリオは、ケーブル山上駅を出て進み左に、曲がり道なりに行くと多方道、大市道、さらに山道を行くと正面に、 聖天堂があり、その左が農協所で、右上に本堂がある。母大樹と、右背後に保存儀の胃腸中上暴動。ありがとうございます。